食いしん坊トムチンの動画をご覧いただきありがとうございます。梅雨の沖縄旅行、朝からバケツをひっくり返すような土砂降りの雨が降っています。どんな一日になるのか、沖縄の梅雨の観光ぜひご覧ください。すんげえ雨やね今日も。梅雨でございます。なんだら降るって感じやな、どう思ったらいい。梅雨の沖縄楽しもう。グルメ、観光、旅を楽しむアラフォー夫婦の Vlog です。いろいろなところ、おいしいものを探していくので、よかったらチャンネル登録をして応援よろしくお願いします。楽しくなって。楽しいけどさ。乗ってる最初は別にいいけど、降りたらやんでねって話。やばいやばい。見てほら、もう水がジャパーンってこれ見るんだ、ほら、ちょっとこれやよいしょ、ほらハートフルの街、なんて教え沖縄ワールド、うお、すげえぞ、だんだん左やん、うお、何読んだこれ、こんなに回るのだ。こんなに回る。回り回る。海だ、見えねえよ。およそ 1.5km 先、発見チェックインです。ぐるりと回ってみてもいいか。一周ぐるっと回る。うん。どうだ、フィッシュ。この橋なんだ、このあれな、下にグッと降りるんやね、これから大街道になる、より一層降ってまいりました。すごいね、すごいね、また広くて300左、そうか、これ橋やろ、まっすぐね、おーおお、これあれじゃん、嬉しいじゃん、うん、いいなー、左方向に左ぐるっと回る、うん、右回ろうか、実際島や、天ぷら、なんか YouTube で見たぞ、この辺のなんか天ぷら屋、10時半から右方向です、続いて右手前方向です、およそ100メートル先左方向です、左方向です、続いて左手前方向です、左手前方向です、1キロメートルの左です、1キロあるね、一周1キロ、センターラインが見えへんから、これはね、チヨンなんか稲荷やったら見えへんから、ちゃうなんか置いてはるもん、すごいね、これは大変だ、すごい。もう動画何か分かる。何も見えません。いや面白いこれ一周するの。一周しても何も見えないし。何もないし何も見えない。
そ200メートル先、右方向です。なので、失礼しないね。右方向です。続いて、目的地は右側です。すごい。あ、これで？あ、じゃあ違うんだ。そうかな。今年はずもずく。冷凍の。いいね。黒糖大豆だって。面白いね。こんなんで猫も出たいって。猫なんておんの？猫いて。右方向です。初めて来たね、ここ、ね、およそ300メートル先、左方向です。あらあらー、言うてる。立派な橋ね。港量は行かないでしょ。行かないね。やってはんねやろか。右方向です。それやな。続いて目的地は右側です。これじゃない。やってんかいだよ。でもいない。でも車あるよ。車もある。来てますか。来てくる。目的地は右。おじさんご飯食べちゃう。絶対入るな。焼き芋は下水道。下水道。すごいね、小ぶりになった。ほら、やんでるね。
あっちの浜川だけ極度的に寄せたりし、ざーっと降ってたと思ったらやんじゃった。ちゃんと傘持ってあるわ。それあんだけ降ったらあかんでしょ。基本持ってないやん傘。これ前見に行ったね。もうこれ歩いてたね。すごい再現してる。ずっと歩いたもんね。もう覗いてみてください。階段っていうか、はしごでこんなんなってた。覗いてみていいよって。うおー、すごい。こんな風になってる。本当にさっきすごかったんです。どうぞ。はい、どちらか。まだ他乗る人か。はい、パンフレットね。ああ同じ列に並んでください。ああ、昨日は岸田総理が来てたんですよ。あ、こちらにも来てたんですか。うん、12時頃、ここへ着いて上野の方に喧嘩してね、首里城ですごい交通規制にあって大渋滞でしたよ。あ、向こうでも記者会見しましたね。来てましたもんね。この左は12メーターの大きな仏像が中に、ね、入ってるんですよ。平和記念堂って言います。向こうの木建物は平和記念資料館ですね。昭和20年の6月23日の沖縄県の慰霊祭はこの前の広場でやるんです。この公園内で司令官が自決した日ですね。前方の高台が摩文仁の丘って言います。日本全国から兵隊がこの沖縄に来て亡くなりましたのでね、あの上には各県が慰霊塔を作ってるんです。それでその終戦の時の県知事は神戸のスマッから来た島田明さんという人ですよ。そうですか。へえ、神戸で。だからね、そういう風にね、大半の人は知らないんですよ。だからこれから上登っていくの、みんなね、各県の慰霊塔があるのね、はい、何なんですかこれっていうのはもうすごい多いんですよ。年々多くなってます。かわいそうですよ、本当に亡くなった人が。左は平和の石碑ですね。24万人以上の亡くなった人の名前が刻まれているところです。突き当たりは太平洋になります。
は終戦の時の県知事のさっき言った兵庫出身の島田明さんとね、沖縄県の職員の慰霊塔です。島森の塔っていう。遺骨は全部入ってないんですよ。日本全国あるんですよ、北海道から鹿児島の、それみんな兵庫県人間の成り陸の塔です。この右は天皇陛下が献花しに来るところです。国立の戦没者墓園で、これ18万以上の遺骨が実際に入ってるんですよ。あの真ん中の黒い台に花束を置いてあるのが、昨日岸田総理が置いていた。このみんな平和の礎です。車この中入れないんでね、はい、歩いて見に行ってください。はい、それで突き当たり太平洋ですから、はい、それを左行ったら資料館ですよ。こんなとこで騒ぐことじゃない。いいやん、でもいい天気になってきた。葉っぱこう出なくちゃね。さすが沖縄やん。まだちょっと雲行き怪しいけど、ちょうど雲がない。ほら、ほら、ほら。いいやん。
すごいね、あんだけ雲あったのが見てこれすごいな、ね、見えねえ、晴れました。梅雨いうときながら晴れてるね。いやもう沖縄の梅雨は当てにならない。雨言ってても晴れるしな。ねえ、あんだけ降ってたのに。晴れるいうとき雨降ってるのしよったけどあ、でもそっちじゃないか。雨言ってて晴れるのが多かったな。すごいね。めっちゃええな、これ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。そしてこれからも食いしん坊友人のチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。